はい、どうも、ゆきです。11月の30日、今回りましたが、まあ非常にね、残念なんですが、まあ、残念というかね、ちょっとやばいです。現在、このね、オオカマキリの様子が非常にやばいです。仰向けになってね、ダラーっとなってます。足の先の鍵爪の部分なんですけど、こう4本足あるじゃないですか。そのね、うちのね、3本がね、もげちゃってますね。現在1本は昔からもげたんですけど、4本がね、もげちゃってて、で、餌もね、お腹が今パンパンに膨らんでるんですけど、まあ、多分それのせいで、餌もちょっと食べてない。そういう状況です。ね。大丈夫かしら。死ぬなよ。本当にね、やばいんですよ、マジで。下手したら12月、今日で最後の、今日が命日かもしれない。ちょっとね、水あげてみます。水をね、ほら、水だぞ、ほらほら、嫌がってやるんですよ。水ちょっと飲んで、水分補給しようぜ。もう青気になってるもんね。最近はね、発泡スチロールの中に湯たんぽ入れて、レンジでゆたこんっていう商品があるんですけど、それをね、1個入れてね、デュビアと、あとこのね、カマキリ、そしてこのハラビロカマキリもね、今日手に入れた、採取したやつなんですけど、まあ、それをね、入れてね、だいたい20度から25度ぐらい保つようにはしてるんですけど、まあ本当にあれだな、命日かもしれません。今日がやばいです。といっても俺は特にやることができません。何もできません。すごいんだよ。もう仰向けになってるもん。さっきはね、その枝に捕まってたんですけどね、もう足元がおぼつかないので、手だけしか結局まともにないんですよ。4つの足のうち2つが死んでますっていうかね、もげちゃってますんで、先がね、うまく掴まれないんですよ、結局。うまく、その、鍵爪がないから、掴まれないんですよ、結局。これちょっとさ、攻めてる。仰向けからちょっと普通向けにね、ちょっとさせてあげました。ちょっと怪しいです。本当に怪しいです。やばいです。やばいです。今日が命日かもしれません。もう羽もね、ヘターってなっちゃってね、ヘターってなっちゃってんですよ、マジで。もう羽がね、ヘターってなっちゃってね。
まあこの子卵2個も産んでくれましたけどからね、だいぶやっぱりまあだから長生きさせるためには多分あれなんですよ、卵を産ませないことが多分長生きの秘訣なんですよ、思うんですけど、と言ったってまあ卵を勝手に産んじゃうのでどうしようもないんですけど、まあ気温が低ければ産まないの、気温が低ければ多分産まないんですけど、そしたらそしたらね、結局ね寒さで死んじゃいますから。でもハラビロはね、めっちゃ元気なんですよ、こいつ。今日手に入れたハラビロくん。めちゃくちゃ元気ですね。さっき、デュビア与えました、食べましたけど。めっちゃね、4本足全部、付節が切れてないんで、こうやって引っ張って、こうやって取ろうとしたら、すげえこのパワーがあるんですよ、パワーが。いつも卵を産んでくんねえかな、この子ね。まあ交尾してるかどうか知らないですけど、まあ無精卵かもしんないけどね。でもこいつ卵を産むとしたらこの青いところに産んじゃうんで、ちょっときついんですけど、青いところに生まれても困るんだよな。逆さ向きにしとくか、これ。これ反対向きにこうやってすれば、こうやって、こうやってするっていう手もある。もしくはこうやって、縦にこうやってする。こうするんですよ。こうしたりすると、こうすれば多分、うまいこと、卵を産まない、青いところに産まないかもしれない。というね、近況報告でした。まあカマキリがうちに来てからね、カマキリはね、オオカマキリ10月の17日にうちに来たんですけど、1ヶ月、まあでもそれでも結構1ヶ月と10日ぐらいか、1ヶ月と10日か、結構いた気がするけど、そんなもんか。なんとかね、11月乗り切って、12月のね、あわよくばね、年越えたいんです、年越えたいんですけど、これ多分無理ですね。ここまでね、ぐたーっとなってると思う。これはちょっと厳しいです。さすがに厳しいっすね。ハラビロはやけに元気ですけど、まあということでね、近況報告でした。ご視聴ありがとうございました。